はい、ウクレレだるまでーす。本日はですね、マーチンの一番低価格モデル、S1 ユークと、その1個前のモデル、もう廃盤になってるんですけど、 S の0ユーク、この2種類引き比べ と、どう違うのかっていうのを解説したいと思います。現行品のね、S1 ユーク、マーチの中でも一番安いモデルですね。両方メキシコ製ではあります。で、ボディは両方マホガニーの単板です。ちょっとじゃあ古い方から解説していきましょう。 S の0ユーク、マーチンがね、ずっとウクレレを作らなくなってて、で、突如90年代こうやったかなに、メキシコでマーチンがウクレレを製造再開しましたっていうのはこれですね。いや、2000年代やったかな。で、当初はね、結構あの D18 で使ってるマホガニーの余りの部分を作ってたみたいな話もあったりで、だいぶ話題性のあったウクレレなんですけども、S1 ユークと比較しながら解説していきます。まあね、スペックで違うのは指板の材、ブリッジの材。指板は当時ローズウッドで、ブリッジはマホガニーやったのかな。今はスタイル、S1 ユークはブリッジ、指板ともに七宝という材を使ってます。ちょっと何とも言えない材ですね。それ以外は、まあ、ほぼ一緒なんですけど、ペグはグローバーの、まあ、旧モデルか最新モデルかという感じですね。 S1 の方は最新の、まあ、それでもフリクションペグなんですけど、どちらもこっちの最新版の方が中の、軸の中の仕様がちょっと異なりますので、チューニングが滑らかにできて狂いにくいというメリットはありますが、どっちにしろ、まあ、たまに裏のね、このネジを締め込んであげないとたまに緩んでくるというデメリットはあります。で、あと1対1フリクションペグなので、一周回せば表の、ね、軸も一周回りますんで、微調整というのは初心者の方には難しいかなという違いがあります。あとナットサドル、当時は樹脂ですね、おそらくブラックミカルタじゃないかな、マイカルタ、まあプラスチックです。で、現行品は S1 はタスク人工造形を使ってます。こっちの方は基本的には高温しっかりなってくれるし、ほとんどの伸びもいいと言われてはいますね。で、ここが多分結構大きい差ですね。 S1 は、S0は12フレットジョイント、12フレットまでしかない、失礼しました。で、 S1 ユークは17かな、13、14、15、16、17フレットまであります。で、指板もその分長くなってるんで、ボディの振動面積は S0 の方が多いんですね。で、ブリッジの形状も若干違います。こっちは両端まで溝が掘られてないですね。こっちはズドーンと溝が貫通してるっていう形です。どっちがいいかっていうのはちょっとね、それぞれ一長一短あるんで何とも言えないですけど。で、このサウンドホールの周りの作りだったりは一緒ですね。トップ、サイド、バックともにセンター2ピース材、いや、トップ、バックは1ピース材か、両方ですね。サイドだけ2ピース材で、うん、いい仕様ですよね。で、ヘッドのロゴもマーチンのなんかね、金色のが貼ってるだけで、これね、あのクリップチューナーずっと挟みっぱなしにしてるとペリって剥がれちゃうんで気をつけてください。ロゴだけ後からもう一回貼り直すっていうのも、マーチンに言えば正規品であれば優勝ですけど、やってくれます。指板の厚み、横幅等はほぼ一緒ですね。ナットの幅とかもほぼ一緒。スケール現状は、ほぼ一緒
幻聴もほぼ一緒かな。ちょっとだけ S1 の方が長いかなっていう感じ。1ミリ2ミリの差ですね。でもう一個一番大きなこの指板の部分ですね。やっぱり指板を大きくすると高い音は出せるんですけども、その分振動するトップ板が分厚くなっちゃいますんで、こっちの方が振動は大きいです。こっちの方が演奏できる音階は多いです。であと中の力木の使用とかブレーシングと呼ばれるね、力木補強の木ですね、内側に何箇所か貼ってるんですけど、表と裏に貼ってるんですけど、であとそれ以外にこの外周の内側にトップとサイドを貼るためのライニングっていう材なんですけど、まあ、S1 は蛇腹のライニングがトップとバックともにぐるーっと張り巡らされてるんですけど、 S0 はライニングないんですね。もう直接貼ってるだけ。だから結構トラブル多くて、これはまあそのトラブルがあった一種なんですけど、剥がれが結構多いんですよね、トップとサイドの接着の、サイドバックもそうですけど。であとそのいわゆるブレーシングも一番向こうまで到達してなくって、その関係か結構割れも多いです。トラブルとしては多いイメージがあります。ただブレーシングライニングが少ないので爆音で鳴ってくれます。ポジションマークが全く入ってないですね、サイドにもトップにも。自分で印つけた方が楽、演奏上は楽だと思います。シールが嫌やって人は当店でポジションマークを埋め込むことも有料ですがやってますんでね。しかしめちゃくちゃ爆音で鳴ってくれますね。えぐいな。同じオルカスのプロロカーボン弦 OS のミディアムが貼られてるんですけどね。さて S1 を弾いてみましょう。この S1 は近隣に在住のギタリストの私物をちょっとお借りさせていただいてます。宇山さんという方のねウクレレをちょっとお借りさせていただいたんですけど、どっちかというと鳴りは控えめですね。でボワーンとならないんで高音が目立つ感じです。意外と指板の上の音も伸びてくれます。バランスいいですね。意外とソプラノでソロウクレレやりたい人にはもってこいのウクレレかもですね。どっちもまあ素焼けしラッカー仕上げなんですけども、めっちゃいいですよね。塗装が薄いので反応も早いですしね。仕上げは雑ですけどね、フレットのサイド斜めに削りっぱなしなだけですので、ここをちょっと丸くしたいし、ナットも両サイドエッジ立ってるしっていう感じで、
その辺は加工してあげないと、ナットの溝もちょっと削りたいなとかっていうところはありますけど、調整すれば非常にお手頃な価格でね、いいウクレレやと思います。 S1U S0、 これはね、さらに爆音なんでおすすめです。状態が良ければ非常におすすめですね。これも割れてたんで、まあ、あの調整ちゃんとしてる、あるいは全く無傷みたいな S0 があれば、あと12フレットまでしかなくてもいいよって人やったら絶対 S0 の方がいいですね。これもまだちょっとボディの接着は完了したんですけど、フレットとかナットの処理はまだなんですけど、やっぱりとんがってますんで、そこは丸くしてあげないといけないかなというところですね。ナットの溝の高さを、これはちょうどいいな。ちょっとあと原稿高いんで、これは原稿も下げてあげないといけないかなという感じですかね。っていう感じです。どっちもおすすめです。非常にお求めやすいプライスなんでね、マーチンのお手頃モデル1本持っといてもいいかもですね。音はしっかりした音出ます。本日はマーチンの旧モデル S0 ユークと S1 ユーク、 S0 と S1 のご紹介をさせていただきました。それではまた。